有川神社は、長崎県新上五島町、有川郷に鎮座する神社である。有川里の祖母君神社、天馬神社、八幡神社の三神社が合併されて創始された。伊沢海大神、菅原道真公、本田和家の神の御柱を主催神に、須佐農尊、木稲田美ことしの主神、大山積神、街道神、天の保日の命、焚き火神、 水波のおうり命の旧柱を廃止する。社殿伊沢並大臣と廃止真中の須佐農村、伊賀街道神までは、旧祖母君神社の菅原道真公と廃止真中の天野保姫の命は、旧天馬神社の本田脇の神と廃止真中の焚きり姫神と、水波のおうり命は、旧八幡神社の祭神である。有川里には、中筋地区に、旧号社の祖母君神社、上、 有川地区に9号車天馬神社、浜地区に旧村車八幡神社の3社が地域の氏神として数形されていたが、地域の人口の減少、高齢化などにより3社の将来的な存続に関して不安を残していた。このことを受けて昭和60年9月5日、3神社合同責任役員会議において3社を合併し、有川地区のうぶすながみとして、 有川神社を設立することが決定された。新社殿は天馬神社跡地に混流三社それぞれの祭神を奉仕し、京重に柱を祀る王女体の神社として、昭和62年4月24日に創始された。祇園祭、10月1日、2日の霊祭には、有川神楽が奉納される。有川神楽は、国の選択向け民族文化財にも指定された。 古藤かぐらに含まれる。主な祭礼、新寺祖母君神社氏有川郷中筋地区に鎮座していた神社で、浦久和郷、祖父君神社と創建の由緒を同じくする。祖父君神社が、浦宮と呼ばれるのに対し、当社は、下の宮と呼ばれる。祭神、編集伊沢並大臣、須佐の尊、木稲田姫の御柱を主宰神に、今年の主人を二柱、大山積神。 街道神の、敬柱を廃止していた。祖母君神社演技書によれば、祖母君宮とこすとき、祭人は、祖母君大名人、姫大名人の荷座であると記されており、祖母君大名人については、宅畑豊か秋津姫命,命にして、有川浦の送信なりと記されている。歴史、編集陸の世界賞4年、当時ことを領有していた、 宇久次郎三郎と家臣の大久保家継に、陸の瀬の満腹かご瀬に、怨妙に、同年11月1日には、ひかみいざなぎの大臣を同所に放祭した。その後、新宅により、有川沖の亀地瀬島に放線。さらに、慶長元年、陸地にほど近い陸の瀬を新たな鎮座地として放仕し、有川十二家村の送病とした。しかし陸の瀬も、 不自由な地であったため、慶長3年9月13日、祖母君さんへと奉仙し、昭和62年の三者合併の時まで鎮座した。明治初年の神仏分離令の際には、当社の御神体としていた十一面観音像を、中筋地区、恵比寿神社を経て、船津地区、観音堂に移している。明治7年5月5日、孫社に列せられ、 同三十九年の神社合祀の直令の際には、中筋地区の恵比寿神社、高崎地区の大仙神社、船津地区の恵比寿神社と、街道神社が合祀され、昭和八年六月六日合社に昇格した、有川合城有川地区に鎮座していた。祭神、編集主祭神は、菅原道真公、天野保姫の命の二柱で、大山積神、雨の南かぬしの神、高見結び神、 神結びの陣アマテラス大臣の御柱を廃止していたが、灰紙の中、アメノミナカヌシ以下の四柱は三者合併の際の、行使はされていない。歴史、編集上有川、山の神社安政四年十月九日の上、有川地区の大火によって釈、縁起の類が消失してしまったため創建年代は、不詳である。大正九年に編纂された、有川村郷土氏によると、 10世紀中期に上、有川地区高跡古川に、有川村の守護神として奉仕していたものを、慶長3年、当時の後藤半藩守護藤源忠氏より車両を、寄進され、原有川神社宮所に社殿を建立し、奉仙したと記述されるが確証に乏しい。また、原有川神社宮寺家所蔵の神社関係文書社では、年代は不詳だがかつては、浜。 八幡神社に愛殿として祀られていたが、天馬神社のみ上、有川地区圧跡古川に別電し、帽子山の麓に安置されたとある。また別の記述として、天馬神社と八幡神社は同社であったが、当時の神職とその父親との間で両者についての、総論があり、福栄表のご採挙の上、天馬神社を混流したともある。明治7年5月、豪社に列せられ、 翌8年3月17日、新東事務分局からの支局設立の後二つに基づき、雨の皆中主の陣、高見結び陣、上結びの陣、天寺大臣の与柱を合肢し、その後城有川地区の山の神社も合肢した。同13年10月25日、新鮮平白教神神社に指定された。有川大浜地区に鎮座していた。祭神。 編集本田明の人を主催神に焚き火姫神と水波の大売り命の二柱を廃止していた。江戸初期より捕鯨が盛んだった有川地区であるが、当社は有川鯨組の守護神であり、八幡の八の字が旗印に組み込まれるなど、厚く数形されていた。歴史、編集浜、米在天宮安政4年10月9日の上、 有川地区の大化によって釈、縁起の類が消失してしまったため創建年代は不詳である。有川村郷土氏によると、その昔、白木の弓と白羽の矢がアった地に宮柱を営み、その弓矢をご神体として奉仕し、弓矢、矢はたぐると合意したとされ、その後、新宅によってご神像を建て祭り前宮どころのに、奉線したとの記述があり、弓矢のアった地を、 八幡の三度人と称し、前、宮所を八幡の弓屋伝と称したとされる。また、神社関係文書社では、当時の有川村領主の老職についていたものが、北北東の方角に幸い森があり、八幡宮を鎮座混流して、自身の息子を神職としたともあり、天馬神社の項目で記述した、総論になった神職とその父親とはこの親子のことで、ある。 明治7年5月5日に尊者に列せられ、同41年、神社合司令に基づき、浜地区のべ在天宮と、高原み水神社が合祀された。昭和9年10月30日、新鮮平白教神神社に指定された。有川座との合祀されていないその他の神社に、コンピラ神社、大地主神社、正俊と王者がある。また、隣接する七目号に、塩目天馬神社、 小川玄教に、小津宮神社、大田号に、四時期羽黒神社がある。ありがとうございます。